サミナです。アムアムワールドアムアム、本日のゲストゼニスです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。キヨちゃんとね、はい、対決していったらと思ってまして、はいはい、今日やるゲームが、はい、ジ・アルフィーゲームです。ジ・アルフィー、ジ・アルフィー、はい、あの歌手の、はい、そうですね、はい、ジ・アルフィーのメンバー3人、はい、これ言いますね、はい、お互い持ってセットします。1枚選んでセット、1枚選んでここにセットして、うん、はい、ジ・アルフィーでめくって、うん、ゆきおちゃんはこっちサイドと同じ人を出せれば1ポイント、うん、5セットやって2ポイント取ったら1万円差し上げます。また1万円くれるんで、アンパンワールドでその世界一ゲームを作り出してますよね。本当にすごいっすね。ありがとうございます。ゲームクリエイター、クリエイターですね。本当にクリエイター集団。はい。1個あの特別ルールで、こっちサイドが坂崎さん出して、はい、サングラスの桜井さん、例えばゆきおちゃん出して、はい、そしてこれゼロポイントじゃん、はい、坂崎さんを通したっていうことになる、なります、はい、それを3回連続、うん、こっちが坂崎さん、同じ坂崎さんで通しちゃったら、うん、もうその時点で終了です。ほー、なるほど。だから2回こっちが同じカード通しちゃったら、うん、ちょっと駆け引きが始まる。そうか、その投資を崩しに行こうとするけど、裏書いてずらすこともできるしっていう。ゲーム性ちゃんとしてますね。あーちゃんと会議して。10年前から YouTube やってたらもうタワーマンさん。いや本当に。遅かった。フリートチャンネルですよ。フリートチャンネル。もういろいろゲームあるからな。ちょっと遅かったな。今日はね、カルビとやってほしいの。おお、なるほど。はいはいはい、ゆきおちゃんには。はい、わかりました。そっちのはちょっと可能性あるかもしれないです。あ、はい、そう。はい。で、増田さん読めないです。あ、逆にね。はい、結構強いの。アムアムの中でカルビは結構強くて、はいはいはい、ダーク色的な扱いなんだけど、はい、手だけ出さないで。胸ぐらとかも出すんですか。胸ぐらまではまあいい。その煽り合いもある。煽り合いもある。はいはいはい、うん。ちょっとゆきおちゃんに勝ってほしいっていう気持ちもあるんで、はいはい、わかりました。頑張ってください。わかりました。もう絶対に真剣勝負で、はい、はい。アムアムアルド。カルビさんはちょっとね、頭脳派なイメージが、いやそうやな。あるんで、でもこっちの方が俺はシンプル派やからさ、うん、ちょっと読めないよりはマシかな。もうスイッチ入ってるやん。別に胸ぐらだけじゃなくて、はい、殴ってくれていいよ。このゲームで俺勝てたら別にいいからさ。ちょっと後でドームツー行きましょうや。なんで誰も来ないところ。みんな合わせしてるし。誰も来ない。使われてないドームツーで。はい。クラス。はいはいはい。セットって言ったらもうカード変えることできないんで、うん、そこだけ気をつけてください。はいはいはい、置いたとしてもセット言わなかったら変えていい。はい。なるほど。おーい。おーい。おー、いきなり出してくるやつは珍しいな。もうあんたはこれしか出せねえよ。今一発目は。なるほど。こんな絞れるもんなのか。もうそれだって1年違いでずっとやってきてますから。そうやな、はいはいはい、あんたはこれしか出せねえよね、はい、じゃあこれかな。ほうほうほう。俺はもうマジでこれまず1個目取れる自信はマジであります。このゲームは挑戦者側、ゆきおちゃんは勝率 54% のゲームだから。しかも1個目これ合わすことできたら、はい、勝率 80% だから。そうか、じゃあ行こうか。いいの、いいの、いいですね。お互いいいっすね。いいっすね。あなたに結構言ってるけど、うん、おー、なるほどね。なんかね、俺を揺さぶってるようで結局揺さぶれてないんだよこれ。ただの言葉でしかないの。俺のここには何も届いてない。でもほんまに頑張ってマジで避けてほしいです、これを。これ避けれないともうあなたはもうそのどん底に追い詰められるというか、本当に僕の1年上の先輩やったらこれぐらいかわしてほしいなと思ってます、マジで。はい、負けたいっす。この一発目は負けたい。まず一発目、まず負けたいっす。なるほどね、はい、外したいっす。80% になってるからな、勝率は。勝率が80%だった。やっぱ期待に応えないとな、はい、そうっすね、外したいっすね。こ
そのタイプは初めてだね。俺がいつも言うんだよ、早く俺を殺してくれよ、早く誰か止めてくれよ、このままじゃ俺誰か殺しちまうよって。まさかね、もうほんまに以下同文ですよ。それを俺が言いたかった、本当に暴れちゃいそうですよ。同じタイプか。同じタイプなんやな。セット。あ、セットした。いった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 。まあもう変えないよ、別に最初の。セットしましたか。おお。もう意味ないのよ。こっちセットしてるから。こっちセットしてるから。揺さぶりそう。ええ。後に聞いてくる。今心を削る時間や。ゆきおちゃんは一番最初に出したカードと変えることできないと思う。今この俺がセットした後に揺さぶりかけるみたいな感じでいろいろやってたけど、俺多分変えれないと思うよ。これで変えて外した時一番ダメージがあるのってそれだから。その外し方だから結局殺してくれって言ってたけど負けるのが嫌なんだよ、ゆきおちゃんは。さあ行こうよ、やってやろうぜ。俺は G アルフィーよっで、ちなみに教えて教えて最初に選んだのと2番目に出したの変えた。どうしたどうしたどうしたこれで戦えると思います。あ、まあ変わらないです。変えてなかったです。変えてなかった。ほらほら思った通りだよ。あれあなんだなんだ見せかけだなんだ見せかけだ俺関係ない俺関係ない久々にすごい好敵手が現れたかと思ったらなんだなんだなんだくそケバブしか言ってなかったから今まで深いことやってきてない。心理戦はやってきてない。心理戦はやってきてない。ケバブでやる。伏線回収なんかやってきてない。単なるケバブ似てますしかねえから。4回中2回。おお、もういったもういった。まだチャンスある。ゆうきおちゃん3分の1ってばいいな。そうか、でプラスで連続投資の可能性もあると。そうそうそう。これは面白いぞ。あの3連続のやつあるじゃん。3連続のありますよ、あのルール、はい、つまりもう 2連で行かれた時点で3連続絶対に勝てないのよ。 あそこそうか、あそこ3枚目俺に通されたらそのままで終わっちゃうってなったら絶対にそのカード出すしかなくなっちゃうんだもん。だからここが大事なの。あ、教えちゃった。でも教えてあげないと負けるもんで。さあここ大事だよ。なんだずっとなんか呼吸がおかしいんですよ。早く止めて。誰かが殺してあげな。ちなみに俺が最初何出したかちゃんと見てたかや。俺は最初高見沢さんだからな。それでいいの、決まった。どうする、また帰る、セットっていうのを待つ俺が。どうする、先に言う、どうする。セット。おっと、やっぱ負けず嫌いではあるんだね。先にセットしないでいいのって言ったらセットしちゃった。負けず嫌いのやつに勝つのがさ最高の時間だもんね。プライドをへし折ることに興奮するから。戻した。あれ、あ、もう見せる。あ、これか。高見沢で来ようとしてるね。ゆきおちゃん出てるよ。セット。よし、行こうか。ジ・アルフィいよこれ通しました。2連続。いや違う、そうか、変えたの。違う、変えた。やっぱりそう。いやでもね、いやでもこれマジでマジでマジでそりゃ高見沢2連で通されるのやばいと思うのは当然のこと。これね、
これみんなしょうがない、うん、これはもうね、この戦いからするしかないからね。もう全然いいと思う。ただただ2連で俺今負けはしてるよ。頑張れ、ゆきおちゃん。一矢報いな、これ。まだ一個取れば追い込めるから。確かに、うん。ものすごい。それはものすごい。ものすごい。ミスター・ビーンみたいだったけど。ちっちゃいから確かに。ここはちょっと取りたいな。桜井を見せてきたか。おっ、桜井見せてきてたよね。耳押さえてるようで全然押さえてない。ない斬新なんですよ。聞く準備はあるんですよ。桜井見せね、いいの？いや、ゆきおちゃん。多分ゆきおちゃん心理戦で勝てないって踏んで無視を。僕のやり取りでなんとか持ってくんですけど、メンタリストとかやったら。そうね。もう全然もうやめたりして、もうただのジャンケンに持ち込んだ。セット。おっ、ここはここは取りたい。追い込まれる。ここ取らな。もう分からないですけど、ここ勝ったら強いです。うん、そうです。ここ追い込める。急に追い込むから。12年目、うん、こっからだって15分の営業ネタで3分滑っててもあと13、12分やらないといけない。何言ってるか分かります？分からん、分からん。だから全然分からん。何言ってるか分かります？でも全然分からん。まだいけるってことだよね。まだいけるってことだよ。まだいけるって、こっからってことは。もうここに、これは、これ、これだけお願いします。で、あなたの先輩としての優しさなのか、このゲームを YouTube として盛り上げるために彼はこれしかなかった。俺は辛い顔をしてたんだ。なぜなら、彼は3つ目にこれを出さないとダメな状況に作り上げて俺は勝つんだ。行こうぜ。決める前に岩がそう。決める前に言うね。追い込まれちゃってる。セットしてるから、ね、変えられない。はい、いきまーす。せーの、Gアルフィ。なになに。おー。あー、こりゃすごいわ。強いわ。ごめん、ゆきおちゃん。これ YouTube とか関係なしでさ、ジ・アルフィをやってんだよ。いや、聞いてないですけど、ね、5セットって。やばい、やばい。じゃあ、10のうち2回合わせれたらにしようか。いやいやいや。気強っ。ギャンブル狂いですよ、もう。先じゃあセットしてもらったら、うん、この回は。そうそう、今追い込まれてるから、はい、カルビに先セットしてもらったら。はい、スタミナにありがとうって言えば。一個ね、先セットしてもらうんやったらって言うな。増田さん。シャシャンナ。めちゃくちゃ全員的なコーナー。ごめんなさい、俺ちょうどそうだね。楽しいよ、こうなってきたら。楽しい。でももう、ゆきおちゃん桜井出せないと思うよ。最初のもあるし、今絶対に当てれるって言って合わせられなかった。で、桜井で勝てるイメージがもうついてない、うん、セット。このカルビさんの発言をどう取るかっすね。そうだね。桜井で来れないから桜井で俺は行ってるよっていう意味ですけど、うん、ブラフの可能性ありますからね。もちろんね。俺は勝ちたいだけ。もう間違いなく、こんだけ言われても桜井絶対出せないよって言ってバン俺出した、うん、桜井の可能性濃厚。そうですね。それでも桜井出せないから。どっちやろ。うわ、マジでどっちやろ。ここで桜井出したら次の戦い行くよ。
そしてみんなで拍手しようよ。俺もするよ。めちゃくちゃ桜井誘ってるな。俺も拍手するよ。おい、何ヘラヘラしてんだよ。ここで桜井出せる男なのかどうかみんなで見てみようよ。いや、これは誘いすぎちゃう。ただ一個だけ言っとく。俺は勝ちたいだけ。バカか。え？どうなん？いや、ちょっと待って。なるほどね。いや、もうこれもう次外したら負けやもんな、うん、俺こんだけ桜井外すかな、あの誘うかなと思っちゃうんやけどな、うん、あまりにも誘いすぎやから。ただ俺はこれ合わせられてももう一戦行くだけだからね。あ、なるほどね。まだ負けじゃないから。うわ、どっちやろ。考えろよ。考えてや。俺高校2回留年してる。二十歳で卒業してんだ。あの、なんか言うて外れた場合マジで来るんで。で、一応アドバイスだけでも、まあノブくんはこう思ってるっていうのだけでも、うん、もう俺はノブくんのせいにはしないよ、本当に、うん、ありがとう、ノブ。じゃあもうそれで一個濃厚やな、ユキオちゃんは、うん、とりあえずは。どう思う？俺は、出しちゃってもいい？カルビさんは前に見せてもいい？見せても。カルビさんはマジで桜井な可能性はあるなと思っちゃう。うん、もう一個あるから余裕が、うん、義務教育受けてる日本って、うん、中学校まではみんな行く、うんうん、平和な世の中、うん、それ平和やな。これでしょ。どういうこと？あ、なるほどね。ああ、平和主義的にやってくれるやろっていう。そう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 、そんななんていうの、あのファベーラで育てたんやったら、ブラジルのファベーラやったら何分からんけど、やっぱルールは一緒やん、うん、飽きちゃったのかもしれない。ダークヒーローやな。めちゃくちゃダークヒーローや。アイコス、アイコス。今度。アイコス吸い出そうとしてる。だから変えるの。何選んでるか知らないけどさ。煙、竜炎吸ってる。すごい絵になってきた。すごい絵になってきた。ごめんね、ノーリスクじゃなかったね、このゲーム。相当ストレス抱えてるみたいだもんね。ストレス持って帰っちゃうことになっちゃうね。今日ちょっとピクリとも笑ってる。何なの？早く。何の違いなの？うーわ！二部一まで持ってきた。高見沢ではないよ。バイバーイ。これはすごいよ。二部一にした。二部一にした。すごいわ。いいよ、もう桜井出しなよ。いいよ、もうあの、もういいや、桜井でいいよ。そしたら、一回会って、で最終戦で決めるでいいじゃん。これもマジで分からないんだよな。一回、別に、俺別に、俺の1万円がなくなるけど、その2回会っちゃったら、はい、1回会うことには俺別に何にもないから、いいよ、桜井出す。これどっちなん、増田さん。普段どうなってるんですか。こういうのはどうなってるんですか。いや、俺も全く一緒にいるんしょ。全く分かんない。どっち出した？ダメ信じちゃ。ダメ。神を信じちゃダメ。天使とかな。セット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 。じゃあ後半じゃないのに。それぐらいのゲームの方が良かったか。10回ゲームで騙されなかったら1万円とか。それぐらいの方が良かったか。ごめんね。ごめんごめん。よし行こうか。行こうか。さあ、おい。はい。G.R.P. うわー、言ったろ、俺は勝ちたいだけだってよ。なんとでも言えよ、汚ねえとかさ、なんとでも言えよ。あー、すごい。
俺も桜井さんだと思ってた。いや、俺も桜井さんだと思いましたね。あれ、ブラジル人ってこういうプレーするよね。なんでこういう時はまともに死んじゃったの。ブラジルだったの。これ分かんない。マリーシア。マリーシア。難しいプレー。吉本じゃなかったらもう。よかったっすね。2戦目からずっと飲まれてた。その途中まで徐々に追い込まれたとかじゃないね。2戦目から飲まれてた。だってただの虫とかもうやり合えてないやん。最後やっぱのぶくんの聞いたからっていうのもあったもん。まあまあまあ、なんかそれは言わないです。やばっ。あれ最後、ひともんちゃくのひと盛り上がり。こしらってますやろ。いやいや、そんな。いやいや、そんな、そんな、そんな。彼煽って、ひともんちゃくのそのまま。いやいや、そんな、そんな。ちなみにだけど、動画とかそのあんま関係なしで、これもう使わない部分だけど、いい相手だったっていうのは俺演技で演出できる、こう呼吸荒くいい相手だったから、いや俺編成予想ってこうやって煽ってましたけど、マジ実際はギリギリでしたみたいなのは別にやれるっちゃやれるけど、どうする、今の状態だったら俺面白いですなんかこんな感じで笑うけど、どうする、そっちの方がいいか、そうだよね。ギリギリでした本当。最後ああいうズリプレイしないと、勝てませんでした。お前は行かない、お前のメンバーから言わせてくれ。増田さんち知ってんだよ。やばい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 。家バレしてる。田畑さんはなかなか聞かない。クレイジーボーイ。カルビの勝利ということ。いやまああんま嬉しくねえ。当然のものだ。はい、いやちょっとゆきおちゃんリベンジよかったらちょっとしに来て、これでうんアマンワールド8周またぎついてるみたいな。こっからこっからこっから8周2ヶ月60回一番変形する最高の勝負でした。ちょっと歯が立たなかった。いや、めっちゃ面白かった。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。デニス、YouTube チャンネルやってますんで、怖い YouTube というのやってるんで、よかったら見てください。ラインは